いやー、いよいよですね、刀鍛冶の里編終わってしまうんですが、今回はですね、そんな刀鍛冶の里編の第10話から第12話までの展開をですね、皆さんにお伝えしていきたいなと思います。はい、ということでもう早速やっていくんですが、まずはですね、原作の122話から124話までが第10話と、 まあなってるんじゃないかなと思います。で、そんな第10話がですね、まあスタートが、あ、かんろ光みさん VS、増白点のシーンというところからねえ、始まりまして、うん。まあこの増白点の 黙れ、暴れがといったね、まあ、見どころなんかから、まあ、始まってくるのかなーっていう感じで、まあ、かなりの、まあ、ちょっと冒頭から見どころがあるね、えー、本当に素晴らしい回なんですが、そんなあ第10話の終わりがですね、えー、夜明けが近づいてきてるというね、まあ、シーンになりそうなんですよね。で、こちらのシーンがですね、えー、炭治郎の語りとなっておりまして、まあ、夜明けが近づいてきてると。 えー、かんろさんは大技連発で、えー、体力も長く持たないだろうと。で、そして夜明けが来たら、鬼は逃げてしまうので、えー、急がなければというね、えー、炭治郎の語りとなっておりますね。まあ、そんな感じで、まあ一応原作の125話の、まあ、扉絵なんですけど、まあここで、 まあそうですね。まあ第10話っていうのは終わってくるのかなという感じですね。まあなので第10話の中心がですね、まあ関路地光さんにスポットが当たってるという回で、まあ前回ですねえ、第10話の詳しい見どころシーンをですね、まあ話しているので、まあそちらの動画をね、えぜひとも、まあ、公開前にえ、ぜひとも見てほしいんですがあ、続いて刀鍛冶の里編第11話がですね、えこの原作の125 ここはから、あ、百二十七話まで、えー、行くんじゃないかなと思っておりまして、えー、ついに十五巻にね、入ってきますね。で、そんな第十一話のスタートのシーンなんですが、まあ、ハンテングの本体を追いかけているというね、えー、シーンでございますね。うん、まあ、こんな感じで、まあ、第十一話もね、まあ、なかなかの。 スタートから見どころが、まあ、あるよというシーンなんですが、まあ、そんな第11話の、まあ、終わりがですね、朝が来て戦いが終わったというね、シーンとなっておりますね。まあ、ついに、まあ、この第11話では、まあ、刀火事の里編がね、まあ、実質ね、まあ、終わるということで、まあ、本当に戦いのクライマックス、 でそしてもう本当に刀鍛冶の区切れ目としてはほ、まあ、本当に終わりというね、えー、シーンっていうのが、まあ、この第11話の最後に、えー、なってくるのかなと思いますね、えー、なので、まあ、この第11話もいやーてかもう本当にクライマックスだから遊楽編の第10話と、まあ、同じぐらい本当に盛り上がってくるのかなというね、えー、回となっておりましてまあかなり楽しみですよね はい。ま、なので、ま、ここが最終回になるのか、はたまた12話がね、最終回になるのかっていう感じなんですが、あ、そんな幻の12話がですね、こちらとなっておりまして、ま、6月の25日に、なんとね、ま、テレビアニメ、刀火事の里編の、放送がね、ま、一応未定なんですけども、枠が入ってるということで、ま、噂になっていたんですが、ま、12話の放送が、ま、あるかもしれないんですよね。 うんまあ、なので、まあ、やるとしたらですね、え原作の128話から131話までが12話となりそうなんですよ。はい。で、この原作の128話のスタートなんですが、あ中央会議ですね。うん。まあ、柱が全員集まりまして、 まあそんな感じで、刀冶の情報共有っていうのをね、えー、していくのが、まあこの12話の冒頭なんですが、まあね、終わりのシーンがこちらということで、まあそんな玉代さんの、なんとですね、一緒に、鬼仏寺無惨を倒しませんかというね、うん、シーンとなっているんですよ。うん。まあこう、共闘して、 一緒に鬼物寺無惨を倒しませんかというね。まあこの産屋敷家からの、まあちょっとこうお願いされるというね。まあかなり鬼と一緒に協力していくという、まあなかなかですね、引きとしては、まあいいシーンで、いやーこっからいよいよ、まあ最終決戦にこう入っていく、まあ準備段階の、うーん、この柱稽古編の一歩手前の段階で、まあこの十二話は、 まあ終わるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあそんな感じの、一応12話放送するとしたらそんな感じの回になるのかなって思っておりますね。で、この12話はあ、一応富岡義勇さんの過去とかが明かされてくるので、まあやるとしたらまあかなり見どころが、まあるね、回となりそうですね。で、そんな感じで、え柱稽古編に関しましては、あ、また無限上編と、 セットで放送しそうなんですが、あちなみに、最終回に関しましては、この十二話。四十五分から六十分の拡大スペシャルでね、放送するんじゃないかなと思っておりますね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、まあ、遊楽編の最終回も四十五分拡大スペシャルだったので、おそらく刀鍛冶もですね。そんな感じで、四十五分から六十分の拡大スペシャルで、最後、こういい感じのね展開。 でちゃんとこう引きを持っていった感じでまあ終わらせてくるんじゃないかなと思いますねまあ、最終回なんだかんだまあ、盛り上がる展開っていうのが毎回の編でまあ、あるのでまあそうですねそんな感じのうん12話の引きとなりそうですよねさあそれではねまあ残り2話か3話ですか 6月いっぱいで、こう、クライマックスを迎える、刀舵の里編ということで、まあ実質11話が最終回なので、まあ本当にね、悲しいですが、まあ、ラストスパート、こう見届けていきましょうね。はい、ということで皆さんまた次回のところでお会いしましょううっば